この踏切で車が立ち往生し、非常ボタンが押されたんですが、列車は止まらずに通過したとということです。JR 東海によりますと、今月24日の午後5時半前、大雪の影響で、岐阜県の JR 東海道線、穂積駅と大垣駅の間にある踏切内で、乗用車が立ち往生しました。 大雪対応のため、現場にいた係員が非常ボタンを押しましたが、およそ2分後、列車は停止せず、時速およそ95キロで踏切を通過したということです。乗用車が止まった場所は線路の手前で、列車とは衝突しておらず、乗用車の運転手や列車の乗客に怪我はありませんでした。非常ボタンを押したことに伴い停止信号が出ていましたが、列車の39歳の運転手は、 音楽駅到着後に行う作業のメモを確認していて、停止信号に気づくのが本来より20秒ほど遅れたということです。事態の発覚を恐れ、運転士は会社に報告しておらず、今月26日に乗用,車の乗用車の運転手からの問い合わせで発覚しました。JR 東海は重く受け止止め、め再発防止に努まますす。などとコメントしています